愛とシシレットが友達さってシシレット、おいどうしたんだ、あ、僕アンパンマン、大変だ大変だ、誰か呼ばれて飛び出て出ててちょー、何何が大変なの、キャー、どうしたの、わかんない、シシレットが倒れてるんだ、シシレットが倒れてるんだって、大変大変大変だ、どうしたんですか、シシレットが倒れてるんだって、え、本当ですね、ちょっと様子を見てみますよ、脈がありません、何、脈がない脈がないってどういうこと、死んでます、ねねちゃん、これは事件ですよ、事件、事件あるところにねね探偵あり、はい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 、始まりましたね、始まったよ、そう事件よ、ワトソンくん、はい、やっぱりね、シシレットに一体何があったのか調べるわよ、そうですね、まずはラッキーなことがなかったっていうのは確かなことですね、そうね、これはどう見てもよっしゃラッキーじゃないわ、まずはアンパンマン、あなたが第一容疑者よ、また僕、当たり前じゃない、第一発見者は第一容疑者なのよ、そう決まってるのよ、そうなの、そうなの、さあさあアンパンマン、どうしたの、僕がここに来たらシシレットがもう倒れていたんだ、なるほどですね、アンパンマンが来たらもう倒れていた、これはアリバイも何もありませんよ、ねね探偵、そうね、今のところどう考えてもアンパンマンが犯人よね、あ、そうだ、考える人、あなたは何も見てないの、そうだよ、僕が来た時にはすでに倒れていたんだ、僕が来る前はここにはシシレットと考える人の2人しかいなかったはずなんだ、うん、怪しいわね、考える人、どうなの、なんてことを言うんですか、私はここで考えてただけです、何も見てませんよ、こちらこそ言わせていただきました、私が気づいた時にはアンパンマンとシシレットさん2人だけでしたからね、やっぱり犯人はアンパンマン、あなたなんじゃないですか、2人とも証拠はないわね、とりあえず他に聞き込み行ってみましょう、そうですね、やだやだ、こんな人と縛られたくない、僕だって嫌ですよ、まあまあ仕方ないでしょ、二人とも怪しいんだから、そこで動かないでおとなしくしていてくださいね、そうよ、私たちは聞き込みに行ってくるからね、遺体を動かさないでくださいね、よろしくね、こいつこいつこいつ、ステーキンゴールドさん、どうしたの、ステーキンゴールドさんに聞きたいことがあるんです、なになに、どんどん聞いちゃっていい、ステーキンゴールドさんはシシレットさんと最後に会ったのはいつですか、最後に会ったの、あれはかれこれ10年前くらいの、そういうんじゃなくてさっきとか会ってないんですか、おう昨日から会ってないね、そういうの聞きたかったんです、シシレットに何かあったのかい、実はシシレットさんが死んでしまったんです、ちょっと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 冗談きついんじゃないの、ガラピコ、そんな急に言っても受け入れられるわけないじゃない、混乱を招くだけだわ、この辺はあなんとかごまかして、とりあえず現場に戻りましょうよ、そうですね、デミゴールドさん、ごめんなさいね、ガラピコ、なんかちょっと故障してるかもしれないの、なんか変なこと言うのよね、たまに、なるほどなるほど、そういうことね、ボクシーに近い生命体だから修理してあげるから、いつでも呼んでね、じゃあ、ゴイスーのトレーニングやってくるから、バイナラー、ゴイスー、ゴイスー、ゴイスー、はぁ、とりあえず現場に戻りましょうか、そうですね、あー何もわかりませんでしたね、そうね、何も手がかりなしよ、はあ、シシレットさん、何があってこんな風になっちゃったのかしら、本当ですね、あははは、おいしいものいっぱい買っちゃった、アンパンマンピザにエビフライ、はあ、早く食べたいな、あれ、みんな何してるの、ピッ、シシレットさんが動いてますよ、え、どうして動いてるの、よっしゃラッキー、美味しい匂いがする、よっしゃラッキーラッキー、シシレットさんどうしたんですか、はなかっぱくん、この食べ物僕にも分けてくれない、え、いいですよ、一緒に食べましょう、食べよう食べよう、じゃあチンで食べましょうか、食べ物あるんだよな、よっしゃラッキー、どういうこと？カラスコ、大丈夫？止まった。
整いました。え、何？シシレットさんはお腹が空いていただけなんです。何よそれ、だって脈止まってたんじゃないの？あれはなんとなくやってみただけで、ガラピコ、脈って何かあんまりわからないんですよね。え、何よそれ。さあ、解決したし、私たちもはなかっぱに食べ物を開けてもらいましょうか。そうですね、みなさん、さようなら。バイバイ。ワトソンくん、メリタンテ、ワトソンくん、僕たち、忘れられてませんか？そうですね、忘れられてると思いますよ。どうしよう、早くこの人と離れたい。いいんじゃないですか、一緒にいましょう、同じ時間を過ごしましょう。いやだ。いいじゃないか、いいじゃないか。いやだ。いいじゃないか、いいじゃないか。ね、皆さん。最後まで見てくれてありがとうございます。このかわいいかぼちゃさんのマークを押してチャンネル登録をお願いします。あ、こっちの動画も面白そう。